はあ、どうすりゃいいかな。困っておるようだな。何があった？猛虎に家を焼かれた。家を建てるか野宿するしかない。頼りになる身内はおらんのか？身内は一人もいない。トトもカカも15年前に死んだ。以来一人で生きてきたから、また一人でどうにかするんだ。ああ、不憫だと思わないで。辛いのは皆同じだ。今は材木がなくて辛い。少し分けてやろう。いいのか？それなら家を建てることにするよ。また猛虎に燃やされなきゃいいけど。その時は力になろう。お主の家楽しみだ。ああ、ここには建てない。木を集めてただけだ。でもありがとう。後で持ち帰る。はあ、さあどうなるかな。ああ困った。家はどうだ？滞りない。多分一から何か作ったことはあるとは言えんな。それがいい。獣を飼って皮を剥ぐ手立てを学んでるんだ。普通はトトから教わるんだろうけど。聞くが、親は侍の襲来で死んだのか？その時の大水で死んだと聞いた。それからしばらくババが育ててくれた。これを使え。少し余ってしまってな。何度もありがとう。本来ならあなたを頼らず一人でやらなきゃいけないのに。もとより家を燃やした猛虎が悪いのだ。畑仕事をしてたから何も持ち出せなかった。だけどやり直すしかない。今度はあなたに見つからずに材料を集めてみる。終わりが見えない。お主、浜で会うとは驚いたな。実は家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、こうして鉄を集めてる。壱岐ではここが一番だと思ってきたんだけど、船が羨ましい。なぜだ？ボロボロだけど元の形がわかるだろ。俺の家族の持ち物、トトの手ぬぐいもババの櫛も燃えたからさ、また一から作りたいんだ。家を、家族を。まずはここから鉄を探さなくちゃ。どちらも手に入らない。少しは足しになるか？これは受け取れない。あなたが建てたことになる。遠慮するな。多くの家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。ではありがたくいただきます。家の場所は境砦の西にある草原。いつの日か招待する。約束だ。約束だ。あなたは本当に来てくれた。ああ、まだ名を聞いてなかった。俺は太郎だ。陣でよい。これを一人で建てたのか。驚いたぞ。大行に聞こえるだろうけど、俺の自慢の家だ。手伝ってもらったけど。見て、天井の梁はあなたの材木だ。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下。あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。使わないよう心してたけど観念したよ。一から何かを作ったってこれで言えるだろ。俺はこの家でいつか家族を作る楽しみができた。ありがとう。かつての俺は壱岐の家が焼ける様を見ているほかなかった。
この家は俺にとっても門出になる。船が燃えておる。戦か？調べてみれば。船の残片。生き残る。よりもう時がない。誰の仕業だ？猛虎か？いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が猛虎と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒアリまで。その海賊はどこにおる？次に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘伝えてくれ。奴らが来る。ヒアリの音だ。逃げろ。山猫の一味、生き残りを殺す気だ。海賊が寝返るとはな。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。そこもと、女を探しておる。名は杉だ。何なのさ、知ったことじゃないよ。煙が。ヒアリの跡だ。新しいな、アカヌ。まだぬくい。人が住んでおった。私に用があるって何？害するつもりはない。ジンと申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて、私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。次、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いがうまくなったじゃないか。ふん、俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。強いな。ついといで。
山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう、ブーンを。あんたも。次と落ち合うはずだが、どこにおる？山猫の一味、倒しておかねば。安心していけ。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないの？実は何者なんだい？お主と同じ人に追われる身だ。入江を探った。あいつら人とヒアリを引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手ごわいのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺すこと身を切るばかりの辛さだぞ。ああ。では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらのヒアリを奪ってあんたに加勢する。よし。猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工をして火を大きくしよう。死ぬな杉。あんたも。近くに高台がある。万平がいるけど。万平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。あの高台か。
次が船に忍び込むまで待つか。調べてみよう。この結託も今日までだ。焚き火を用いて合図を送れば火槍を放てよう。海賊と猛虎兵、厄介だな。杉に知らせよう。がいがみ合う。猛虎に寝返ろうという海賊は二度と現れんだろう。北の海辺で杉と落ち合うか。
次の船がない。まさかまだ船に。この赤い傘は。さらば杉、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。何があった？あんた一人かい？杉野文だ。皆を守るためには私が失せるほかない。この心持ち、あんたは分かってくれるだろう。追われる身で亡くなる日がいつか来るとよいね。生きておったか。死ぬな、杉。生き延びるのだ。ねえ、どこから来たのさ。